はいどうも、こんにちは、ぼくくんゲームでございます。ということで今回ね、お久しぶりにカルチョビット。ちょっとだいぶ久々になってましたがね、コメント欄の方でね、やっぱね、カルチョビットやってほしいというね、要望があったんでね、またね、ちょっとずつ動画上げていけたらと思います。ということで今回開幕戦。前回ね、確か前回のリーグが負けたのかな ?5 位。結構、下の方のね、順位で終わっちゃったんでね、今回はね、ステップリーグ優勝目指してまたやっていきたいと思います。第1節、北のブリザード戦。まずメンバーね、ちょっと強化しまくりました。特訓しまくった、とにかく。超特訓したからね、これ。まあ、超って言っても結構ね、そんなね、でも E がなくなってるの分かりますか ?E が。うん。で、結構なんかしかもストッパーとかめっちゃ突き出したんでね、ダイナモレジスタとか。で、アタッカーとかもね、いろいろ増えたんで、こっからね、やっていきたいと思います。まあ、チームもね、ちょっとずつ強化されたんでね。開幕戦早速行きましょうか。ちょっと待って、戦術見ようか。相手433ですね。まあ、ゾーンの幅こんなもんかな。ディフェンスラインにはちょっと高めに設定して。こちらのフォーメーションが、もう433ですね。どうしようかな。うん、でも、U はまあまあ真ん中でいいとして、TY、ムルクディスもいい。で、せいやがね、これがめちゃくちゃ強いですね。アタッカーになったんでね。まあ、得点取ってくれると信じて。ジャガビーが、DMF。で、ココヤコボランチ、入れ口ボランチのね。まあ、ちょっと攻撃型なんですけど、で、郡山がね、なかなかね、出世しましたね。そう、ジャンプ A になったから、やっぱね、ヘディングに競り負けない。ここの強さがある。で、野原宏はめっちゃ強い。マジ強い、野原宏。で、まあ、あとベンチメンバーもね、結構豊富なんでね、やっていきたいと思います。早速行こうか。いや、結構マジ強化したからね、これ。マジ強化した。実況解説もやっていくんでね。いやー、来たよ、北のブリザード編。あー、もう互角っすね。トトカルチョによると互角と。引き分けの可能性が非常に高くなってきた。だからね、ボックンイレブンの真骨頂をここ見せていきますよ。やっぱ開幕戦はマジ集中しなきゃいけない。やっぱ第1戦目、J リーグもそうだけども、1戦目でね、結構モチベーションとかも変わってくるから、この試合勝てるか勝てないかでだいぶ変わってくる。でね、ユニフォームもなんか新たにしたんでね、結構このカラフルなね、なんかレゴブロックの、なんか集まりみたいなユニフォームになっちゃったんですけど、結構ね、集めてみました。てか、鼻水がやばいです。ちょっと待ってくださいね。さあ、どうなるか?おっと、ナイス!ウーロン、ウーロン、おっと、ウーロン。危ねえ!危ねえ、危ねえ、マジ危ない。それは危ないわ。しっかりやっていこうぜ、ちょっと。ムルクディ、お、ファール。イエローカード出るんじゃないこれ。出ないか。でも、433だから超攻撃型で、野原宏がビルドアップにすごい参加できるから、サイドバックの郡山がこうやって上がっていけるんですよね。ただ、ひどいな、郡山のクロスが。なんとも言えんところに飛んでたぞ、今。そう、で、フィジカル練習も結構したから、フィジカルのあれも強くなってるはず。郡山強いよ、ここ。はい、ナイス。そう、ナイボ、ナイボ。ムルクイス。いやー、それ奪われるとカウンターじゃない?ナイス!切り替えの速さもちょっとつけてきてるね。あー、まあまあまあ仕方ないな。ここ弾きたい!ナイスキー山ちゃん!山ちゃんはもう昔からいる。初代キーパーやから。ずーっとおる、山ちゃん。そう、野原宏がこうやってビルドアップに入ってくる。あー、でもちょっと微妙やな、それは。お、いける!いや、勝てるぞ、井出口。いやー、マジか、右ポストギリギリ。なんですか、今の。松木さん風に。おい!なんですか、今の。いやー、ライボ、ムルクリス決めろ。イエスイエスファイヤーイエスいやー、マジナイス。それ決めるのでかい、マジで。決まったー。ほっ。ほって何?ほっ。ほっかほっかてん。ほっ
止まったて。いやー、ナイスシュー、ナイスシュー。やっぱ日本代表もそうだけど、やっぱ点、先制点大事だ、これ。いやー、北のブリザード勝ちたいね。確かね、前期は負けたんでね、確か北のブリザードに。そう、この、まあもうこれ開幕戦ということは、第1節ということは、勝ちたいね、これ。いや、硬いね、野原ひろしがマジ硬い。もうね、野原ひろしのこのね、守備力はマジ、チーム唯一のね、フィジカル A なんでね。ってことで、戦術を見ていこうか。あー、でも選手の体力はどうなんだ？あー、どうだろうな。ジャガビー、野原、どうしよう。前線ちょっと変えるか。聖夜入れてるか、ムルクディス。あー、ムルクディス天気目だからな。どうしよう。いや、でも聖夜入れていこう。聖夜入れてって。まあまあ、これでいこうか。一旦。状況。ポゼッション率も上がってますね。シュート率はまあ同じぐらいと。まあでも後半いけるんじゃないこれ。とりあえず守備はね、結構硬くなりましたね。やっぱ前よりね、カテナチョとかもしっかり練習させたんでね。あとマンツーマンの練習とかもさせたんで、やっぱ守備力が向上してますね。いやー、日本一位ってか、ステップリーグ優勝。うわー、内房やな、センターバック。そのくさびのパス最強。おいっつナイス、ナイス、入り口。まずい、まずい、まずい、まずい。弾け。あぶねえ、あぶね、あぶね、あぶねのね。超危ないよ、今の。いやー、収めたいな、そこ。大迫だったら収めてるよ、後ろ向きのボール。ナイス、野原宏。やっぱ野原宏、やべえ。強すぎるよ、ほんと。僕くん、あー、いいね。決めて。いやー、ちょっとカウンターじゃない、これ。ナイス、ナイス、ジャガビーのこのね、なんだろう。アンカー、めちゃくちゃいいね。あ、クロスあるよ、クロス。聖夜決める。いや、ループ。いやー、もうちょいで欲しいな。あと、キック力ゲージ3分の2ぐらいね、小さくしてたら入ってたかも。ってことで、ちょっと見ていくか、近くで。あー、ライボ、ライボ。あー、ライボ、聖夜決めろ。いやー、うまい！へぇー、神ゴール！ゴール！聖夜選手、ゴール！いや、神でしょ、これ。いや、さっき見た、さっきのループシュートをミスったから、今回調整かけていったね、ループ。いや、ナイスシューでしょ、マジで。北のブリザード交代してきましたね。多分スーパーサブの選手入れてきたかな。俺らもスーパーサブ作りたいね。でも433が結構ハマってるよね。野原宏がここできっちりマークしとるから、そう簡単にはね、やらせないという。あー、ちょっとジャガビー変えるか。うわー、ジャガビーのとこから。ちょっとジャガビー変えますか。ちょっと今、疲労が見えたんでね、一瞬。やっぱ一瞬の隙がね、あれを分けてくれ。鳥を色といけ。鳥を色といきます。ちょっと守備的にいきますか、で。いやー、ここ勝ち切りたいんだよ、ここ。そう、で、多分ね、中盤がね、433ね、スタミナの消費が激しいから、しっかり選手交代しながら、で、トリオイロドのとこなんだけど、ビルドアップもね、ちゃんとできないときついから、まあ、足元ある選手を入れましたね、トリオイロド。守備力もあって、ボールもつなげる選手。ナイス。ノアラ・イロシ、ビルドアップ。いい縦パス送るんよ、これ。いやー、ないぼ。逆使っていこう。ここはここ上がっていいんじゃない？いやー、惜しいな。ただ、あと5分だ。守っていこう。しっかり守って。きっちり、がっちり守って。がっちり、みっちり、みっちり、ぎっちり、がっちり、こっちり。ぎっちり守ってくれ。いやー、ないぼ。裏あるぞ、裏。あー、これでも、きついか、ここへ行こう。いやー、ない。オッケー！ということで、開幕戦勝ったんじゃない？いやー、でかいな、マジで。マジででかい。監督、2-1で勝利です。新しい課題も見つかりましたね。効率よく練習しましょう。ということで、これ、俺の高校の頃のコーチに顔が似てるっていうね。まあ、そんなことは置っといて、うわ、ダイハード、藤見強いな。5点決めてっぞ。5点決めてっぞ。
じゃあ開幕戦白星ということで、次がジョーラン・タキオン、4位のチームですね。まあ、前回もステップリーグにいたチームですね、ジョーラン・タキオン。ということで今回はね、この辺で一旦動画終わって、まあ最後練習だけしていきましょうか。何選手か練習していって、やっぱサブね、サブ鍛えたい。ちょっとね、結構タイタイに期待してるんですよね。タイタイ練習しようか。ほら結構揃ったでしょ、このね、スペシャルメニューってやつがめっちゃ増えたんでね。タイタイはジャンプかな、やっぱディフェンダーだから。空中戦みたいなやつないから。あ、これ空中戦のスペシャリストやっていきましょう。オッケーオッケー、まあ、これでね結構ねヘディング能力とかも上がるんでね、ジャンプ力。いやほら16も上がるもんこれ。はい、ということでスペシャルメニューも結構増えたんでね、次回また、ジョーラン・タキオン戦やっていきたい。あ、まあ次どうかな、次またちょっと進んでいったとこか、ジョーラン・タキオンかわかんないですけどね、また動画出せていけたらと思います。ということで今回ね、ご視聴いただきありがとうございました。ぜひね、コメント欄にね、なんかこういろんなね、これいいですよとか、まあまああれば、あと面白かったら何度いろいろなんかこうあればコメント欄にぜひお願いします。ということで今日はこの辺で終わって、また次回やっていきたいと思います。ご視聴いただきありがとうございました。もしよければチャンネル登録、コメントの方よろしくお願いします。また見てくれよな。